あ、どうも皆さん、こんにちは。テスト期間、マジで死にそうになる。はい、ということで、今回なんですけど、皆さんね、今、私、エルニーニョ、絶賛、もう顔何も映ってねえじゃん、俺の顔。絶賛、テスト期間中でございまして、テスト期間中と、っていうか、もうテスト中なんですけど、今、そう、中間テスト1日目が終わって、で、帰ってきてって感じで、現在時刻が、やばいやばい、こんな感じです。じゃじゃんと、1時、1時49分ですね。はい、現在時刻、そんぐらいなんですけど、今現在、帰ってきてから動画を撮って、これから編集をしようというところになっております。いや、まじ勉強しないとなんだけど、動画は1本上げておきたいので、で、今回ね、もうすでに上がってると思うんですけど、味噌菌のね、レビューの動画なんですけど、まあ、今日ね、お昼ご飯早帰りなんでテストなんで、まあ、弁当もなかったっていうのでね、まあ、味噌菌をお昼ご飯にさせていただいたわけなんですけど、で、その動画を一旦編集させてもろて、で、今日動画を投稿したいという所存なんですが、ちょっとね、これからの計画なんだけど、あ、ちょっとタイトルコールして、もう俺もうだ、もう寝てないからさ、今日もずっと。ということで、タイトルコール行きましょう。今回の企画。テスト期間中の過酷すぎる高校生 YouTuber の一日に密着してみた。勉強しやがる。で、今日の計画なんですけど、これから動画を編集して、動画をもう投稿できる状態にしておいてから、一旦寝ます。そこで寝ます。ちょっとね、本当に脳みそが限界を迎えてるので、そこで寝て、もう 5、6時間ぐらい爆睡してやろうかなって感じなんですけど、寝て、起きて、で、勉強して、そのまま学校に行こうと。だから昼夜を逆転させるわけですよ。本当にもう、180度生活を変えて、人間じゃなくしてから学校に行こうと。まあだからこの生活はね、毎回テスト期間になるとね、起こるんですよ。周期的に、2月に1回はね、洗礼を浴びるわけですよ。マジできち。まあ、もうつべこべ言ってても仕方ないので、とりあえずもう本当に爆速で編集終わらせて、で、寝よう。寝るんだよ。睡眠のために、これからちょっと頑張ります。んで、寝て起きて、勉強して学校。もう、きつすぎて、死ぬけど頑張っちゃうよ。おばー。うわぁ、ちょっとマジで本当に気絶しそうなんですけど、マジでもう、執念で押し切ります。やっていきました。やべ。やっていきまーす。終わったー。寝るぜ、寝るっさ、寝るべっさ。待って、終わった、できた、編集終わった、やべ。11分の動画なんだけど、どんぐらい？俺だって確か3時ぐらいから始めて、やばい、1時間と20分、30分ぐらいで、完成させて、やばいぞ。この集中力を勉強にもっていけない。ということで、はい、ということでですね、とりあえず動画完成したんで、とりま、これエンコードだけ終わらせて、上げるだけっていう状態にして、床につきたいと思います。もう、うわ、やば。なんかもう、この世の終わりみたいな髪型してる。はい、ということでですね、ちょっととりあえず、もう、今をやること終わったので、もう、睡眠に入りたいと思います。はい、ちょっと椅子の上で寝るのは、さすがにベッドで寝ようと思うんですけど。今日、無理だわ。ごめん、喋ってられません。寝まーす。はい、ということで、ちょっともう、耐えれないので、一旦ここで仮眠します。ちょっと、ごめん、もう喋れねえ。とりあえず、ちょっと、疲れを取る日だわ。じゃあね、ちょっともう寝ていこうと思いますよ。じゃあ皆さん、何時になるか分かりませんが、起きた時にお会いしましょう。ということで、とりあえず、寝まーす。おやすみなさーい。うわーい。ということで、おはようございます。現在時刻、9時12分です。うわー、起きました。ああ、起きちまったよ。目覚めちまった。
ったんだよ。これからですね、地獄の勉強タイムです。うわー、でね、明日の教科が歴史と、で、これまた数学があるんですよね。もうガチで死ねよって感じなんですけど、まあ歴史と数学があるので、どちらももうやらなきゃ死ぬ教科。まあ歴史なんて特にやばいんで、まあとりあえず、それだけやっていきたいかなと思います。ちょっとご飯食べてこよう。うん。ちょっと弁当なんですけど、もうちょっと本当に、ごめんなさいね。とりあえず晩飯、ちょっと爆速で食ってきます。いただきます。スッとデッドシュうわドゥンドゥドゥン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 弁当チキンステーキ弁当トマトガーリックソースあガチでうまそうで草も生えねえなあちょっとほんでいただきまーすあうまこれはいはいはい戻ってきてしまいましたよもう終わりです本当に終わりということでですね勉強ですでこっからが僕の一日ですはいちょっとね今現在時刻の方がまあ一応ね10時11分なんですけどもまあ一見これね夜の10時22時やないかいって思う方いると思うんですけどまあ実はそんなことなくてこれ実際はね僕からするともう朝10時なのでもうとても健康的な生活マジでもう勉強していくんでそれしかありませんでちょっといろいろ差し入れもらったらねそれも母親がねこの串団子これ買ってきてくれましたいやこれはねマジで神ってるであとこの前買っておいたツチンプリンがあったのでね食べていきたいと思います俺が唯一食べれるプリンです あと顔暗いなごめんちょっと照明出したいんだけどめんどくせえからやめとこじゃあこのプリンでも食いながら勉強していきたいと思います数字見ると体調不良になるのでとりあえずは歴史から勉強していきたいと思います。いただきまーす。うわぁ。うまいわ。ということで、プリンでも食べつつ、10時13分、勉強開始。末期。はいということでですね現在時刻急に本当急に申し訳ないんですけど3時53分でございますもうそろそろ4時になるあの原神始めました。ということでですね、今までずっとね、歴史と数学をやってたんですけど、よく考えたら、原神っていうゲームのね、デイリーっていうやつがあるんですけど、毎日ログインボーナスみたいな、そのログインボーナスを今日受け取ってねえわ、ということで、今ちょっとやり始めました。で、まあ、とりあえずね、そのログインボーナスだけやってから、もう一回再開しようと思います。というか、もうなんかもう4時になっちゃったんで、結構タイムリミット迫ってきてるんですけど、まあ、なんかちょっと眠いかなって感じ、うん、ただ今日は仮眠を取っておいたので頭が痛いことはないですねよしということでまあね、ゲームのログ本もゲットしたことだしとりあえずもう一回勉強再開したいと思いますいやーちょっともう数学にここでケリをつけててかもう数学はもうぶっちゃけ赤点じゃなきゃいいやぐらいの勢いでいこうと思ってるんでとりあえずそれやったら暗記科目のね歴史なんとこのねまとめてんのプリントまとめて4ページぐらいかな1234ノート5ページ分ぐらいまとめたんだけどまだ全然終わんないんでもうタイムリミットって言ってももうあと2、3時間ぐらいしかないんでこっから調子上げていこうと思いますそれではやっていきますあやばい本当にやばい
本当にやばいな。なんか結構ね、あのねロックンロール感じました。はい、ということで今現在時刻なんですけども、もうちょっともう顔がやばいな。今プラス30歳ぐらい老けてるわ。ちょっとね、現在時刻、5時25分でございます。もう携帯にキスしちゃってるから。もういや、もうマジでありえねえ。もうありえない、眠すぎる。とりあえずね、範囲の部分をノートにまとめ終わって、今ちょっと単語を読みながらね、いろいろやってたんですけど、ってなっちゃいそうなんですよね今。うん、ちょっとドア開けてみよう。まあ、ドアじゃない、窓開けてみるか。うん、5時半だと、まあこれ部屋真っ暗な状態にして、部屋のシャッターを開けます。はあ、明るくなってる。待って、信じられねえ、ガチで。ちょっとガチで信じられないんだけど、もうあとちょっと残りあと何十分かぐらいやって、どうしよう。まだね、5時半だからちょっと寝ていけるんだけど、どうしよう。やべえわガチで、眠すぎてもうレム睡眠。はい、じゃああとはここでちょっと単語をね、赤シートでやってから、そうだな、やっていきまーす。7時50分めっちゃ寝坊した。ちょっと待って、ほんとにやばい。やばい、あっぶねえ、ガチでギリギリ耐えました。今ね7時15分です。はい、うわマジ危ない。まあ遅刻は免れたんで、もうこの後家学校で学校出れば間に合うんで、とりあえず学校行ってテスト受けて帰ってきてっていう感じで行ってきます。じゃあちょっと学校に行きましょう。昨日のね、特大昼夜逆転生活勉強の成果を見せつけに行くぞ。うわはい、ということで帰ってきました。もう無理です。はい、ということでですね、現在時刻なんですけど、今日テストね、とりあえずテスト、現在時刻の前にテストはお終わりました。ガチで終わった、本当に。なんかね、数学が、人生最大級ぐらいに解けなかった。現在時刻の方なんですけど、今が、12時44分ということで、こっからですね、もう一回、もうお昼ご飯は食べてきたので、今から寝て起きて、勉強して、またほぼオール状態で学校に行ってっていうのを、また明日一日とその次の日ですね、2日間繰り返して、土日になってテスト終了ということで、人生終了。テスト期間の僕の一日、前日に全てを詰め込む男が弾き出した生活リズムの答えは、昼夜逆転です。これをすることで毎回留年の危機を免れてます。お前らこんな風になるんじゃねえぞ。俺を反面教師にして生きていけよな。安らかに眠ります。さよなら。